福本義久は、北海道文化放送の男性アナウンサーで、ビバイブラックダイヤモンズに在籍した元野球選手。奈良県出身。身長188センチメートル。奈良県立郡山高等学校、立教大学社会学部メディア学科卒業後、2014年に、北海道文化放送に入社。郡山高等学校時代はクリーンアップを務め、2年時に、 周期近畿大会ベスト8、3年生時に奈良県大会準決勝で奈良大学附属高等学校に敗れる。また、関西の次第への推薦入学が決まっていたが、県大会準決勝にて、左足首の靭帯を切断し、1年間浪人の後野球の継続を断念。その後野球選手としての夢を諦められない思いから2019年に、 北海道ベースボールリーグのトライアウトを受け、10月のトライアウトでは、総力テストで負傷し、スローイングテストシートノックを棄権して、残りのバッティングテストのみを受け参加者唯一の不合格となったものの、11月のトライアウトでは、全種目を完遂し、合格となった。トライアウトの様子は、部アナウンサーによるバラエティ企画を展開する YouTube。 UHB 北海道文化放送非公式チャンネルにて密着された。その後ビバイブラックダイヤモンズにアナウンサープレイヤーとして入団。2020年6月25日のフラノ戦にて初出場。9月21日の HBL チャンピオンシップ第1戦では延長10回にサヨナラアンダを放った。2020年シーズンは10試合に出場し本類がなし、打率。 375という成績になった。選手出場はこの年限りで契約満了をもって現役引退。ありがとうございます。